これがヤリイカ釣りの仕掛けです。一番下に餌巻きテーラー、これは鉛付きのやつで、多分1号相当の鉛がついてるかなと思います。で、適当に 40〜50センチ上にサルカンを結んで、で、その上に電球機、今日はこれ1号の電球機です。で、その上に絞り玉っていう、こういうただの玉を通していて、で、ここに浮き止めの糸を結んでいます。これは昆布結びのこう5〜60ぐらいに結んだだけので、それをキュッと締めています。で、この浮き止め糸は手で力をかければこうずらすことができます。深くしようと思えばこっちのリール側にずらせばいくらでも深くできます。10メートルとかにすることもできるし、浅くしようと思えばこっち側にずらせば浅くなります。まあ普通の一般的な仕掛けなんですが、で、今だいたい2メートルぐらいに浮き下しています。投げ込んだらこの浮きがスーッとこう浮き止め糸のとこまで上がって止まるということです。このテーラーの方が沈んで、とても簡単な仕掛けです。前回なかなか良かったので、今回も牛焼肉のいまいちの肉の冷凍しておいたやつ、これを餌にしようと思います。で、電球機っていうのはだいたいこんな感じに逆に電池がさせるようになってて、こうやってつけれるようになっています。ほとんどの浮きが、さあ今日は釣れるかどうか。やっぱ日によって違うので、釣れる時は釣れるけど、釣れない時はやっぱ全く釣れないので、でもやっぱヤリイカって群れで来るので大爆釣する時が結構あって、去年だったかな、もうすごい爆釣した時もあって、まあ、あの時は確かエギだったけど、やっぱそれも楽しみですよね、ヤリイカ釣り。大きいのが釣れたりもするし、エギだったらアオリとかも釣れたりして、イカがいないのか今日は。あ、沈んだ沈んだ沈んだよ。乗った、重たい。釣れました。いますね、ちゃんといる。ああ、ヤリイカだ。釣れた。まあまあのサイズ。まず1匹釣れてくれて一安心です。嬉しいですね。やっぱ綺麗ですよね。ここで締めてすぐお刺身にしても美味しいと思うんだけど。ああ、沈んだ沈んだよ。あれ違う、沈んだ沈んだ。あ、結構いいかも、サイズ。浮きがすごい走って沈みましたね、今の。サイズがいい、引きが違う。オスかも。
結構この引きも楽しいですよね。こういう柔らかいシューバスロッドとかだと相手の引きがすごくわかるので、バラしたくないな。これをでかいと思う。でかいか足一本か。あ、でかいですね。今日一でかいです。でかいでかい。これオスじゃないかな。嬉しい。今日結構いいですね。だいたいこの小型のやつがメスで、大きいやつがオスなんだと思います。ヤリイカは。イカのあたりがなくなってしまったので、アジングやってみようと思います。アジングのタックルも持ってきたので、とりあえずよくわからないので無難に 1.5g のジグヘッドやってみよう。イカの仕掛け投げといたやつが沈んでる気がする。釣れてるね。投げといてアジングのワーム結んでたら釣れてました。あー釣れた。あれ、これアオリじゃない？ちょっと小型のアオリですね。ん？いや、アオリじゃない。剣先っていうのかな。なんかわかんないのが釣れた。かわいいやつが。ヤリイカじゃないと思うんですが、なんかかわいらしい形のイカが釣れましたよ。なんだろうね。まあ。で、アジングやろう。なんかが釣れるかも。釣れないかも。浅そうですね。根がかり注意。電球機も見ながら時々。なんか釣れたよ。魚。結構引くやつが釣れた。なんだ。寝魚系かな。見えた見えた。なんだ。抜き上げれるかもしんないんだけど怖いんだよね。糸が細いから。波こい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 。あ、そっちじゃない。あ、上がった。無理やり。でかっ。すごいの釣れた。でかメバル。このごつさ、磯のでかメバル釣れました。イカ釣れないのでアジングやったらメバルが釣れました。3頭目ぐらい。あ、浮き沈んだ。電気浮き。あ、違う。
沈んでる？沈んでる？違う？違うね。イカが釣れなくなったな。なんでなんだろう。浮き止めはあるね。やっぱ釣れるんだね、磯で。こういうアジングのタックルでやったら、ああいうデカメバルとかが。そりゃあんだけデカかったら引くわ。お、釣れた釣れた釣れたよ。連発なんか。これも結構引くよ。メバルっぽいね、これも。さっきほどじゃないけど、いいメバルじゃん。連発です。磯のメバルが、さっきのがこれで、かなりのバカでかいメバルですが、これもいいサイズのメバル。すごい反応いいね。イカの電球機が沈んでるわ。沈んでる。イカの電球機が沈んでる。あ、乗った。でかいんじゃない？結構。引かないね。でも重いよ。久しぶりに。いいのが釣れたっぽい。でかいんじゃない？でかいんじゃない？ああ、オスですね。でかい。放置しといたら、大きいヤリイカ釣れました。さっきからあっちの左でメバルが連発したので、左にいるのか、メバルが。当たった。食った。3連発。引くよ。これもメバルっぽい。さっきと同じような引き。重たいよ。あー、でかいわ。これもメバルっぽい。あら、メバルでかい。しかも3連発。すごい。メバルがやる気になってますね。でかい。最初のと同じぐらい。でかメバル。こんなにいいメバルが連発したの初めてだと思います。すごい。ごついメバル、磯の。イカの電球機が沈んでる。
乗った。イカが戻ってきた。アジングやってたらイカが戻ってきた。アジングつかメバリング状態ですよ。いいね。イカも釣りながらデカメバルも釣りながら、あ、これはちょっと小型のやつですが、ヤリイカ。次このワーム使います。アジリンガーだったかな。あ、当たった。あ、乗らんかった。巻きながらちょこちょこしたり緩急つけたり。あ、釣れた釣れた。すごいね、もう大爆釣。本当にメバルが、スロープの方から上げたい。波が来てほしい。波が来てくれ。ああ、よし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 。あらららららら。あらららら。よし、すごい出食いって言っていいぐらいなんだけど、当たりは結構繊細で、よく感じ取らないとこうコツとか食うぐらいで、でそれにやっぱ合わせないとかからないですね。でももういろんなとこいろんな方向ですごい釣れます。でかい、しかもどれもよく引く。こんなサイズのメバルがもう出食い状態。ヤリイカ狙いの電球機つけた餌釣りとアジングタックルで極小ワーム両方やってみて、どっちももう大爆釣でした。ヤリイカはこの前と同じぐらいの反応でよく釣れました。大きいオスも5匹釣れました。あと謎のこの可愛いイカ、それとアジングタックルの極小ワームの方はもうメバルがものすごい入れ食いでした。この大きさのメバルです。もう大メバルで、まだまだ10匹以上とか釣れると思いますが、もう十分釣ったのでもうやめようと思います。これ以上釣ってもしょうがないし、アジは釣れませんでしたが、初めてやったやり方でこういう風に釣れるんだなぁとびっくりしたし、とても楽しかったです。本当忙しかったです。ネバリングやりながらイカが釣れて、よし帰ります。